くれば大丈夫です。やったです。ほらね、周りにも追ってらしき人たち。さて、無事に逃げ切れたことですし、それが私たちを助け、はい。まさかルイの女神が先回りしてこの外れではないのですが、そのあたり。やあフィナンシェ、久しぶりだね。ふん、素敵なお嬢さんを2名。はい、教会に追われていたところをなんとかお連れすることができました。なるほど。私の名前は、そうだな、兄さんと弟。本当の名前ではないよ、コードネーム。ああそうだと思う。ところでメガ、まあ素直な方。ベール、なんとも。ええ、ではピンクの髪のあなたの名前。私です。コンパさん。私初めて名前。私ネプテ。私はアイフィナンシェ。これからこの方々は。はい、少し複雑かもしれない。では僕たちも共に行こう。ありがとう。ベール様も私とご一緒に。あら、ねえネプコ、あの二人私たちのこと無視してるよね。何のつもりかわからないけど、久しぶりにカチンときたわ。ごめんなさい、あの二人は胸の大きな女性しか。なん、ここに来て胸で差別？なんなのよこの大陸は。許せないよアイちゃん。ネプコ、私が許すわ。変身でも何でもしていいから、あの二人をギャフンと言わせ。オーケーだよ。あ、ちょっとそこの二人。この声はな、あのチンチクリンがいなくなった代わりに。これが私の本当の姿よ。我ら兄弟、未熟ゆえに見た目の豊かさしか見抜けなかったことをお許しください。あの名を何と申す。ネプテューヌよ。ああ、なんと。まるで心が現れるような、まるで女神のような名だ。てか、おいネプコ、裏切るの。ごめんなさいアイちゃん、これも私の姿なの。ねね、ネプコの裏切り者。この人たちで本当に大丈夫なんでしょうか。